えー、こんに PayPay ペイペイのね活用方法なんですけどもむちゃくちゃあるんですよまあ、ですんで今回は一方ということであのー、まあ、頻度がそこそこあってでバックの高いやつをお知らせしますまずはね毎月の5のつく日5日とか15日とか25日この日に買うとポイントがアップしますので、えー、例えば1万円を使ったらね普段だったら 500円しか買えられないのに700円返ってきたりっていうそういうふうなボリュームアップがありますこのどのぐらいのボリュームになるのかその時その時によって変わりますんで、えー、お知らせをねまた見ていただきたいと思いますその次なんですけども日曜日ですねえ毎週日曜日はお得な日になりますんでどうせ買い物するなら日曜日に集中して買った方がいいと思いますえそしててね、スーパーパペペ祭りと呼びまして 5のつく日日日日ででなおかつ日曜日って日があるんですよ例えばね、9月でしたら9月5日が日曜日でしたよね。こういう日はむちゃくちゃ得になります。それから、えっと、11月、10月はないですね。残念ながら。うん。だからたまにやってくるんですよ。こういう時は39%バックとかね、47%バックとか、むちゃくちゃバックが PayPay ペイペイでされますんで、例えば1万円買い物したら4,700円返ってきたりするわけですよ。じゃあこの日を逃すではないでしょで、転売屋さんもこういう時にはいっぱい参加して、 利益をね出そうとして躍起になってますからあのすごくねアクセスが悪かったりするんですよそのぐらい人気ですはいまだまだありますえっ、ー、とね今お話したのは例えば1万円買い物したら4700円分のペイペイが充当されるってやつなんですけどもこの返ってくる4700円を自動的にボーナス運用してでなんか利回りをね一定の割合でつけてくれるっていうやつもあるんですよねそれがですねペイペイのアプリを開くとペイペイアプリがあるでしょ ボーナス運用っていうコマンドがここにあるんですよここにね左から2番目で上から1番目のところにこれを押していくと分かりますんでこれでボーナス運用を自動的にするってことができますそうすると買い物をしてバックされたのが自動的に運用されますまあ運用なんでねマイナスになることもありますけどもまあ大体プラスになってきますんでこれはなかなか得だなというところになってきますただやっぱりね買い物のバック率にはボーナス運用か叶いませんので基本的にはいろいろ買った方がいいかなと思いますよね まあでもね、必要ないものを買っちゃうと逆に家の中が物であふれて使わなかったってことになりますので無駄遣いにつながりますんでそこはまあご用心ください。えー、本当に毎日のようにこの PayPay ペイペイをね見ていったりとか PayPay ペイペイ対象の店舗で買い物するとかあとはねスマホをソフトバンクユーザーにするとまた得になります。まだまだありますんでとお、えー、知らせしようと思ったらねとてもじゃないけどねもう5分10分じゃ終わりませんのでとりあえず今回はこのぐらいにしときますね。じゃ